今回はモテるアイメイクです。軽めに作って、なんか涙袋を作って、男にモテモテな女性になりましょう。<laughs> えっと、まず。こういう。シェドウを準備します。シェドウの色は、この日の衣装に合わせて、みんな。好きな色で。 やるんだけどただなんかシェドウを買ったらいつもねこういう明るい黒い濃ういうものが必ず生えてるんでしょこういうもので使いますまずここに一番明るい色でだいたい濃いう色はベージュとか白系なんだけど濃ういうもので入れます。次は この真ん中をこの二重の線ぐらいまで入れます入れてこういうアイラインブラッシュで一番黒いものでアイラインを描くぐらいで描きます なんか私はこうするのがちょっと上手なの。<laughs> でもなんかやりたいなんかやりにくいの人いるんでしょなんかここになんかこうしながら「あ見えない見えない」ないみたいなの時はこういう鏡を下に置いて下を見たらこうなるよ普通に見えるよほらこうしたらすごいやりやすい化粧が下に置いてこのこれ鏡なんだけど鏡を下に置きます。 でこれを普通に鏡を見たら下が見えるのこれすごいやりやすいでしょでも私は慣れてるから普通にやります化粧 <laughs> もねれやればやるほどどんどん慣れるものだからこうしてアイラインを描きますグラデーションみたいな感じでやるっていうよりほ、まあ、本当に線を描くみたいな感じで 見えるのかなこういう感じでねやったほうがいいですよ。あとグラデーションってすっごい難しいでしょ難しいから一番明るいこれを最後にねもう一回やったら自然に勝手にねグラデーションになってるのほらでしょこういううんやってるんでしょここからが大事ですたるるめにに見えるために ここにラインをつけたんでしょう。ラインと同じ色でここをやります。ただここは、えっと、3等分と考えて下で前の白い部分,黒,い分黒目白目があるんでしょうこの白目と黒目のここまで白目後ろの白目から黒目までやります。 これがここまで来たらなんかすごいスモーキーメイクみたいな感じになっちゃって強くなっちゃうのうちらはモテモテだからスピンでも可愛く見えるためにやります <laughs> ここだけやりますとしたらこことここと比べたらここ結構だるめに見えるんでしょうんだるめに見えるからここをこうします でその後さっきこの明るい色あったんでしょ明るい色でこの前だけやります。としたら目が大きく見えるのこの白い部分が白目に見えてこの後ろの方が黒目に見えて目が「こ,こ」に大きく見えるからこっちもやろう。 ちょっとだるく見えるようにここまでなったらダメだけどちょっとだるくなったらすごいなんかあ優しいのイメージがあるんでしょ男にモテるのそういうのが <laughs> ここやりますあとラインだけどこういう私はこういうものブラシで、ね、使いますけどここから全体的にやったらちょっと目が濃い濃い濃い,濃い化粧になっちゃうから それよりは、ね、ちょっと薄いなんかあっ化粧を落としてもあんまり変わらなさそうって思われる方がいいから <laughs> えっとここの後ろの方だけやりますねなんかしなかったらなんか寂しいからやればやるんだけどさっきだけやってちょっとここもねなんか一直線とかの下よりん一直線より下でも。 もうすごいここまできたら変になっちゃうからそれはね自分の目の形に合わせてやりますねこう引っ張ったらちょっと描きやすくなるからねこうやってこっちもやります細い線が大事なのこれをすごい太くしたらさっき言ったみたいに濃くなります濃い化粧はダメ こういう感じで見えるのかなうんこういう感じにやりますねあとテレビを見たら芸能人ってみんなこれあるよその理由は可愛いからじゃあ可愛い目になりましょうまず涙袋を作るんだけどみんなこれするんでしょなんか白いとかベージュのこういうものでここはパールとか入ってるものでこうして涙袋作りましたでしょ もっといいやつがあるんですよいい方がそれを教えますえっとうん色はねそのピカピカするパル,ルってなんこのピカピカするシャイリン <laughs> それがない普通の、えっと、眉毛とか描くそういう色でもいいんだけどこういうのあるんでしょなんか新しく買う必要はない家にあるもので眉毛を描くとかなんかここアイラインとかを 書いてたそのペンスルあるんでしょこういうものを作りますこういうものでなんかすっごい黒とかはダメなんだけどうーん、薄いブラウンとかそういうもので作りますまず笑ってみてうん。笑ったらここになんか線がなんかあるんでしょみんなあるはある <laughs> あるはあるけどここが太くないから涙袋がないみたいだけだから笑ってみたらなんかここに線がありますこの線を この下に、ね、くこうにあもうできたじゃんこれがねわ、うん、かりやすく言ったらここは線でこう線を書いてここの下からはグラデーションみたいな影を作るここから始まったらダメですよ <laughs> ここの、えっと、黒目の 黒目が始まるぐらいのところから始まった方がもっと自然。ここを、ここに線を描きます。で、下はね、本当に力を抜けて、なんかこうにやったらね、影になりますよ。もうここだけでもすごいあるんでしょ、こっちと比べたら。 できた。<laughs> ここもやりましょうまず笑ってやりましょう笑わなかったら線がないでしょ線がなんか線がないところに変なところにあったら二重になっちゃってなんかむしろここのなんか肉がねだるくなって見えちゃうからそれはダメでしょだから笑ってみて自分の涙袋の線を探しましょうでここに。 やりますのあとこういうクリームタイプの別にこの化粧品じゃなくてもすごいいっぱいあるんでしょクリームタイプの。クリームの方がもっとキラキラに見えるからクリームシェドウでえっと白じゃない白をやったらなんかすごいなんか涙袋ありますみたいな感じだからそれよりねちょっとベージュとか肌色に近いところでそういう色でこの真ん中。 書いたんでしょ書いたこの真ん中のところを全部入れますほらできたよ涙袋がここで大事なものがあるクマがあるでしょ このクマがあるまんま使ったらすっごいクマに見えるのこれがこの線で下は影を描いたんです影か影を描いたんでしょこの影が全部このクマになっちゃうからベースメイクするときにちゃんとカンシラでちゃんと隠すことが一番大事ですだからそれをちゃんと綺麗にしてからその上でやることが一番大事です 最後にね、鏡を見ながらあちょっとここ足りないとか思ったらそこをもっとやったりやったほうがいいですよあーできたー <laughs> もっと若く見えるしいいじゃんはいこれで涙袋でだるめでもてもてメイクアイメイク完成です。<laughs> イせ<エ>ー！<laughs> 次は 小顔,小顔に見える顔が小さく見える小顔ベースメイクです次もお楽しみ